例えばその心霊スポットとか、はい、いわゆるこう事故物件とか、うん、なんかそういったところに、まあ、心霊スポット行ってみたり住んでみたりなんかそういった経験ありますかっていうところをちょっと掘り下げたいと思うんですか？僕もともと YouTube でその心霊スポット系でやってたんでめちゃくちゃ行ってるんですよ。現、うん、現場は現場は行ってますあ<ー>、はい、そうか なんんかああありましたののね、結構やっぱ度々あるんですよ、はい、そ VTR 見直してみたら男の人の声でカメラ横から突然死ねっていう声が入ったりとかそういうのめちゃくちゃ多いんですけれども、はい、やっぱ中でも結構喋ってるんですけれども埼玉にトトロの森と呼ばれてるところがあるんですよね、うん、でそこが怖いっていうことで行ってみようってなって初めて行った時たまたま迷ったんですよで脇道でどこだろうなって言って車入った瞬間に4人いたんですけれども4人とも全員ぶわっと鳥肌立って。 え何ここと思ってでもここじゃないから戻ろうって言って戻ってトトロの森に行ったんですよでもトトロの森全然怖くなくてさっきのとこ気持ち悪かったよねってことでもう一回戻ろうってさっきの脇道に行ったんですよで脇道に行った時にしばらく歩くと仮設トイレがあってそれを右手に曲がって行った時に分かれ道があるんですねでどっち進んだらいいんやろうと思ったら風谷 D っていうディレクターがいるんですけれどもめちゃくちゃ低姿勢なんですよ僕に対してももう敬語とかでえけど突然1人 ブワーってまっすぐ進み始めてで女の子とかおったら普段足大丈夫とか聞くタイプの人なんですけど、うん、無視してカメラマンやし何も撮らずにまっすぐ進んでいたんですよ僕ら演者を置いてお<う><え>あれと思って「風さん風さん」さんって言っても無視するんですね「ちょ風さんどうしたの風さん風さん」さんって言った瞬間に風さんが「あん?」って言ったんですよ <え>めっちゃ怖いと思って、えー、人が変わってるじゃん人変わったんですよああ定姿勢方が何人喋っても全然無視してそのスタッス進んでいくからとりあえずついていってあのなんかテニスコートみたいなのがあってそこの前ついた瞬間にごめんなさいって言うんですよあの声聞こえてるんですけれども返事ができなくてなんでか分かんないけどって言い出して、えー、とりあえずここに来ないといけないと思ったからここまで来たんですって言って何それ気持ち悪いと思ってとりあえず戻ろうって言って戻っていってでもう一個の方行ってみようって言ってもう一個の方が真っ暗やったから、うん あのー、あごめんなさい表現出たら真っ黒そこ本当に気をつけてくださう真っ黒やったから、はいはい、なんだろうねって言って進んでいって行き止まりやって気づいたんですけど学校やったんですよ右手側が、はい、グランドがあって校舎があるんですけど、うん、真っ黒すぎて何にも見えないんですよ、うん、でとりあえず戻ろうって,って戻っていった瞬間にポンっていうボールの音が聞こえてそれが「 バスケットボールとかサッカーボールのでかさじゃなくて、はい、なんでソフトボールとか野球ボールとかテニスボールぐらいのサイズなんですよ、はい、で真っ暗な中で壁当てみたいなのする人いないじゃないですかそんな深夜に、うん、1> で1回しか音が聞こえてないってことはボールが落ちたんじゃないですよねポンポンポンってなったわけじゃなくて明らかに誰かがポンって投げたやつをキャッチしてるんですよ その場所にいるる感じがすすんですよね<う>でそれが聞こえていて何気持ち悪いなと思って、はい、で後日そんなことがあったからこの心霊スポットツアーっていうのをやってて、うん、あのお客さんが依頼やったら一緒に行こうっていうのをやった時期があって、はい、でそこへ向かったんですよ、はい、でこの公衆トイレ曲がったら怖いんですよって言おうと思ったら公衆トイレがガタ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 って揺れ始めてちょっとやばいなと、うん、なんか事件の可能性あって女の人もいたからとりあえず隠れましょうって言って20分ぐらい隠れたんですよトイレ見ながら。はいうん でも一切誰も出てこなくて、うん、でもここ通り過ぎないといけないからとりあえず通り過ぎようって言った時に男の人がでも誰もいないって感じがするから開けていいですかって言ってようやるなと思いながら見てたら開けはったら誰もいなかったんですよ、うん。ようう開けたたそう誰もいなかっんで次またそういうのがあったからちょっと行こうって言って行って、うん、で今度ゲストであの。 めっちゃ綺麗なタレントさんが出てくるんでで女の人仮面ライダーのシリーズのヒロインをやってた子がゲストで出てくれたからそこに連れて行ってあのここのトイレめっちゃ怖いからトイレ開けてって言ったらマジで嫌なんですけど開きたくないんですけどっていいから開けてって言ってで、無理やり開けさせたの、うん、で無理やり開けさせたら便器の上にモリモリのうんこ乗っててめちゃくちゃ俺ヒロインにセクハラしたんですよ。<laughs> <laughs> 震え上がりますよねいやもうほんまにどうしようと思ったいろんな大人たちが浮かんだ確かにもうゾッとしますよね確かに怖くってねこの間おかすいとも行ったんですよおかすいっていう心霊系 YouTuber がいてこの話をしたら行ってきますって言って行ったらここの1個何回も行ってるんですけど必ず共通して霊障がある時とない時があるんですよそれが真っ暗な学校 うんうん、なんですけれども同じ時間帯に行っても翌日行ったら真っ暗でその次の日行ったら街灯がついてて学校って分かったりするんですよ。えー、で学校って分かった時は1回も現象ないんですよ何も。えー、でも真っ暗な時は必ず現象があって、うん、でおかすいが行った時も真っ暗やったんですよ。うんうん、で着いた瞬間にずっと校舎から歌声が聞こえててえほんでしばらく歩いていったらボールが転がってきたりとか。 野球たす転がってきたりとかそういう現象をたびたびある場所なんですよねへえそこの帰り道にさって言ったパラパラ見たんですよパラパラ漫画あそのカクカクした動きのはいはいはいえすごいですねやっぱりあるんですかねそれちょっとどこか教えてくれたら僕そのロケあったら断るんでなんでな絶対生きてないよそんなとこ絶対行かへんやばいっすよねいや嫌でしょそれはもう そう、では電気がついてるかついてないかので何かが変わってるかもしれないなと思って。すすげえ話ですね。<laughs>